はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院副科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んだ週あなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、8月の12日ですね、はい、月曜日なんですけども、皆さんはお盆休みでしょうか。はい、まあ、今日まで福岡に関してはですね、ものすごくいい天気なんですけども、まあ、15日ぐらいですかねにかけて台風がちょっと来てるので、お帰りの際は十分気をつけてください。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、男性だったら、デスクワークをしてる、そしてサッカーのスポーツをやってた人は絶対見てほしいなと思います。で、女性だったら同じように、デスクワークをしてた、あるいはですね、出産の経験がある、そしておじいちゃんおばあちゃんなのであればこういう姿勢ですね、こう伸ばせないみたいな人はぜひですね、見ていただきたいなと思います。はい、まあ、そういったですね、仕事だったりとかスポーツをやってた方の腰痛でよく原因になりやすいところはどこなのかっていうと、こちらですね、はい、恥骨筋っていうですね、恥骨から太ももの骨に向かって走ってる筋肉があります。まあ、私たちでいうとこの鼠径部のところですね、鼠径部のところ、はい、ここに恥骨筋っていう筋肉があります。やはりですね、デスクワークをしてるとどうしてもですね、こういうふうに座ってるので、この恥骨筋っていうのは縮こまってしまってるんですよね。で、その状態で立とうと思ってもここがしっかり伸びてくれないと、ここで伸ばせないので腰だけで伸ばそうとして腰が痛いっていう方もいらっしゃいますし、サッカーだったらですね、どうしてもこう蹴った時に内側にこう蹴るので、その時にこうしっかり働かせすぎてしまって腰痛になってる方がいらっしゃったりとか、あとは出産の後にですね、しっかりとケアをしてない状態で荷重をこう、なんだろう、体重をかけてしまうことによって、骨ですね、骨だったりとか人体での荷重っていうのができないので、筋肉で過剰に負担っていうのをかけてしまって、まあ、腰痛がですね、出てしまう方っていうのもいらっしゃいますので、ぜひですね、該当する方っていうのは今からお伝えするストレッチ方法を試していただければと思います。で、この腰痛は特になんですけども、後ろに反らす時の腰の痛みだったりとか、あるいはですね、こう立ち上がる時の痛みで、あとはおじいちゃんおばあちゃんでさっき言うと、こういう状態からですね、腰が痛くて伸びないみたいな方は、ぜひ今からお伝えするストレッチをやっていただきたいなというふうに思います。はい、そしたらですね、今日はちょっと床を使っていこうかなと思うんですけども、できればですね、こういう台を用意してほしいなと思います。ない方はこういう椅子ですね、椅子でもいいです。はい、で、まずやる前にですね、まあ、反った時の状態だったりとか、まあ、歩いた時の状態、ちょっといろいろ腰の状態をチェックしてみてください。で、右が痛い方は右側、左が痛い方は左側、真ん中が痛い方は、好きな方からちょっとやっていただければと思います。はい、で、まあ、今回は右がじゃあ痛いっていうふうに仮定してちょっとストレッチをやっていこうかなと思うんですけども、右をやりたい場合はですね、まず左足っていうのをまず前にポンと出します。ちょっと下げますね。はい、左足をパンと前に出して、そのままですね、外側ですね、こっから外側、つま先があちらを向くように左側をまず用意してください。はい、で、椅子をでちょっとこの辺に用意しておきます。で、次反対の足なんですけど、この足をですね、まず一旦後ろに軽く引きます。後ろに引きます。横から見るとこうあったら、この体よりも太ももが後ろに来るように、こういうふうに後ろに一旦引きます。で、引いていただいたらこの膝の内側ですね、膝の内側が床に触るようにこういうふうに倒します。はい、なので横から見るとこんな感じですよね。体に対して太ももの骨が外側にあって、なおかつここの膝の内側が床に触っているような状態ですね。で、つま先はあっちを向いているような状態で、このポジションができましたら、まあ、ここを軽く触って押さえてもらえばいいと思うんですけど、このままですね、こっち側、右を伸ばしたい場合左側に向かって体重をぐーっとかけてあげてください。ここから体重をぐーっとかけていただくんですけど、
その時にちょうどこの恥骨のあたりが伸びる感じがしてる場合はですね、その恥骨筋というのがしっかり伸びてますので、その状態っていうのを30秒キープしていただければと思います。で、ここで1点ちょっと注意点があるんですけども、ここからですね、こう倒していくときに、この股関節をですね、こう曲げながらこうする人いるんですよ。こうやって。これだと、この恥骨筋っていうのは全然伸びてこないので、さっきも言ったように、しっかりとですね、これに対して太ももが外、後ろ側に来るように設置して、なおかつ体はまっすぐ向けておいてください。こう、てっぺり腰みたいな、こんな感じにならないようにですね。はい。まっすぐしたまま、体重を左にかけていきます。さあ一緒に実際やっていきましょう。まず左足を前にあっち側に出して、逆の足っていうのを後ろかつ内ですね、膝の内側が下に来るように、でこの状態でぐーっとこっち側ですね、こっち側に体重をかけていく。そうするとここが伸びてきますので、この状態で30秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じですね。はい。で、これを30秒終わってもらった後にですね、終わってもらった後に後ろにですね、こう反るってことをやってあげると、多分さっきよりも反れる感じがするんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、効果があった方はですね、ぜひ今のストレッチを続けていただければと思います。まず、あ、先ほどお伝えしたようにデスクワークをしている方、サッカーをやってた方だったりとか、あるいはおじいちゃんおばあちゃんで言ったら股関節がこう曲がってる方ですね、そしてです、出産の経験とかある人はぜひやっていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対する筋体ではお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私のカーマークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい。そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。